こんにちは、伊藤信代です。今日はですね、この iPhone を使って簡単なカット割りのドラマを作ってみようと思います。それでは始めます。スコッピン、ごめん、待った。ごめんね、こんなとこに突然呼び出して。実はさ、俺ずっと前からスコッピーのことが大好きだったんだ。だから付き合ってほしい。お願いします。ここで水を垂らします。なんで泣いてんの？ごめんなさい。今まで黙ってたけど、私人間じゃないの。だからあなたとは付き合えない。何言ってんだよお前。お前が人間じゃないことぐらい見た瞬間分かってたよ。お前、ただのスコップだろ。でも、俺ただのスコップのお前が、お前のことが大好きなんだよ。だから、付き合ってほしい。お願いだ！付き合ってくれ！付き合ってください！ごめんなさい。私、人間の人とは付き合えない。私はスコップがいいの。ごめんなさい！さよなら！そんな、スコッピン、待ってよ、スコッピン！ということで、とりあえず撮り終わったんですよ。あとは、これをですね、iMovie っていうのを使って、編集していきたいと思います。スコッピンのことが、大好きだったんだ！大好きだったんだで、一回カットします。大好きだったんだ！で、ちょっと、アップにしたので、ここで、アップのところで、だからあ、ちょっと今2回間違えた。ここかな。だから付き合ってほしい。お願いします。でカットします。垂らしてるところは全部カットですね。この辺、ここかな、ここまでを全部削除します。泣いてるっていうのが分かるから、ここでもうまたカット。まあこんな感じでですね、どん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 削ってきまして、でもうちょいあと細かい部分をちょこっとちょこっと縮めながら完成させます。そして出来上がったのがこちらの作品です。スコッピン、ごめん、待った。ごめんね、こんなところに突然呼び出して。実はさ、俺ずっと前から、スコッピーのことが、大好きだったんだ！付き合ってほしい！お願いします！なんで泣いてんの？ごめんなさい。今まで黙ってたけど、私人間じゃないの。だからあなたとは付き合えない。何言ってんだよお前。お前が人間じゃないことぐらい、見た瞬間分かってたよ。お前、ただのスコップだろ。でも、俺ただのスコップのお前が、
お前のことが大好きなんだよ。だから、付き合ってほしい。お願いだ！付き合ってくれ！ごめんなさい。私、人間の人とは付き合えない。私はスコープがいいの。ごめんなさい。さよなら。そんな、そんな、スコッピー、待ってよ、スコッピー！どうでしたか？こうやってね、簡単に、その、iPhone だけでも、なんかドラマみたいなものが作れるんでね、ぜひ皆さんも、なんか面白い、カット割りのね、ドラマというかね、なんか作ってみてください。で、作ったら、僕にね、動画レスポンスしてもらえればね、見たいんで、よろしくお願いします。こんな感じで、iPhone での動画作りの紹介でした。またねー。